One last, one choice. My heart, This is a freestyle 2015福井代表もうドーム用で本線の回路つながったまんま頭パンくしそう後ろにはメトロ会館ここが俺たちのアジト CIME ドールハウスフィリピンパブジリヒンラップ繰り返し、いいビットボックス鳴らしてライブラにもビガやややや、yeah, yeah, yeah, yeah. 何か残したい爪痕埋め合わせなら俺がするよ、yeah. 今年は何か変えてみせるチカッペカッペのラップ福井代表チルピー in the place to be、UMB YouTube 福井代表チルビーに来てもらいました。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。挑戦何度目？4度目っすね、はい、いやもうその前に1回ちょっと京都一人でプラッと行ったことあるんで5度目っすね。この時5度目は挑戦です、はい、ずっとブチに負けてた。あー負けてましたね。今回1回戦でブチが負けちゃったっすけど、はい、その時どう思いましたか？その時調子悪いなって思ってブチさんいや今日は俺はブチとチルビーの試合はまた、はい、ね、去年もすごいいい試合だったし楽しみにしてたんで、あー1回戦で負けちゃって見れないかと思ったんですけど、今日戦って一番やりづらかったというか印象に残ってる相手は？あ、いやでも大体全部そうやったっすね。今日はどれがっていう特化した1回戦のブラボーさんからもう結構、うん、そっか1回戦からいきなりブラボーだったもん、ね、そうですね。辛かったっすね1回戦それ辛いね。1回戦でブラボーは辛いね、はい、辛かったですね。でも結構オーディエンスがチルビーについてたというか、そういう感じを受けましたが、ね、普段は、はい、最近は最後のフリースタイルでも言ってたんですけど、うん、ちょっと仕事がもうやっぱ週末がちょっと忙しくて、うん、朝早いんでなかなか言えないんですけど、やっぱ福井の UMB っていうこれがある、うん、でまあ僕もずっとバトル出続けてるし、うんうん、赤上さんがもちろんこうやってるっていうのも出ないわけにもいかないし、ありがとう、はい、まあ、盛り上がるのであれば絶対俺は毎回出てやろうって思ってトライした結果が優勝ですもんね。こっから何連覇できるか期待してます。いやそうっすね、連覇、まあ毎回ベストを尽くすだけですね。負けようが勝とうがベストは常に 100% で戦いたい。ラップを始めたきっかけは、ね、ラップを始めたきっかけは一番最初に一緒にラップやってた相棒がいまして、うん、そいつが2006年の、うん、2006年だ、飛田対フォークの、うん、あの試合を見てて、うん、これやばいなと思って、フリースタイルだ、あれはもうフリースタイルですね。なんかもう鏡の前でフリースタイルじゃないですけど、それこそ言ってたあれじゃあれじゃないですけど、松尾との試合も、はい、もう最後2人とも空っぽって感じでしたね。そうですね、もうじゃあ影響を受けた MC っていうのも日本のラップの？そうですね、もういっぱいいますね。固執してもうこの人を聞き続けてるっていうよりも、なんかその人の持ってるいい部分を見る、バランスよく見るよう聞くようにしてます。なるほど、はい、最後に本戦に向けての意気込み。本戦に向けての意気込みですか。今まで福井カッペ代表からちょっとあんまり爪痕残せてないんで、もちろん優勝はしたいですけど、もう行けるとこまで行きたいって感じですね、うん、できるとこまで、今の自分の限界まで行きたいですね。うちやカツオの分も思いっきりぶちかまして頑張ってください、本当に頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。先攻青コーナーカツオ、後攻赤コーナーチルビー、アルティメット MC バトル2015福井予選決勝です、
決めましょう。 DJ ヨーコ、レディファイ。夜中のクラブの耳元から発生、俺と当たる時点で3年だぜ。チルビー、俺ならチルじゃなくている間もやれ、これが挨拶ですわ。よそんな感じ。 UMB 決勝行くんだからバチバチなバトルしようぜ。 UMB 歴代のバトルよりもヤバいバトルしようぜ。な、兄弟になれるかもな。いや、お前と兄弟になれる日も近いかもしれない。ブラザー、いつもの通りだぜ。ノンブラジャーで俺の乳首が見える。 I'm a チルビー、いつもの通りだぜ。Say hello 長崎県、俺のラップをただただ聞け。よ、それしかできない、これしかできない、もう一回言う、これしかできない。4度目の挑戦ならば俺がいただく。当たり前だろ、これしかできねえから。こればっか続けて10年もやってんだ、こっちとらよ。いつも通り、そう、長崎県、頭がいて、お前みたいなやつと当たると、よ、俺はもう覚醒モード、覚醒完了。ホロバイブみてえなヤバい情熱的中させる。ハットの下、俺がぶち込む俺の言葉、長崎の味を堪能しな。よ、長崎の味しっかりと堪能してるぜ、デリシャス。よ、俺もここで覚醒、もしくは暴走モード、闘争本能に火をつけていくぜ。このまま放送コードギリギリのところで無修正見せてやるぜ。俺は苦渋を何回も舐めた、何回も何回もトライする。ワンサゲン、声が枯れるまで話す扁桃腺。よ、扁桃腺、そんなジェントルメンもこの場所で首ぶち切るぜ。俺が首から上、よ、そんな感じライム組み立てるぜ。即興フリースタイル、それが醍醐味。いつも通り本当に内緒にしてたけど、俺はフリースタイル、毎晩鏡と向き合ってやってんだ。初心者と一緒、ヒップホップ一生、ヒップホップの人生、長崎だからってなめんじゃねえぞ。いや、鏡の前でワナビーなフリースタイル、俺も最初はそれだったよ、間違いない。それが醍醐味、もちろんアイロニー、うまく弾けない、まるでバイオリンじゃないぜ。もちろん醍醐味生かしていこうよ。隣にはシンペーター、俺らのスキルはチンゲ以下だったところから今は伸びた、まるで勃起するぐらいのこの覚醒。何がチンゲ以下、お前はすでにもう死んでいたから、俺がこの場所で人生が開花する一夜になる。本当にマイク一本で革命できることを証明してやるよ。俺が勝つぞ、 AKA 大久保翔平。遠くの方でずっと見てたお前の映像、いつも通り倒したかったぜ。お前の首ちょんげる、ヒップホップワンサゲン。よ、大久保翔平、俺は須山聖太郎、セイハロー、挨拶代わり須山聖太郎。逆から読むとうろたえせまやすだけど、うろたえてるふりをしています。よ、今日も行きます。まるで逆さまから読むと雅子様、真っ逆さまステージの下降りるだけだぜ、カツオ。よ、今日はいい試合できて最高だぜ。よ、終了。最高の決勝だと思います。